ということで、あと数ページで読め終わります。もうね、結末は分かりました。多分もうこれで変わりはないけどね。なんかちょっとリアクションを楽しんでください。最後にまたこういうあれなるのか。結局いい人だったね、いつとこちゃん、まあ実のお父さんじゃないんだけどね、風太郎くんのお父さんとなんか同級生で、まあね、あ、これネタバレ含んでますよ、まあ、タイトルにちゃんと書いとくんで。ちょっと選ばれて欲しかったんだよな、俺。なんかミクって言ってたけど、そう、いつきちゃんがね、なんかすごく順当なね、あれだったら結ばれて終わりっていうのは、あそこにニノの存在があって、そうか、なんかもうでもなんかそうやって終わると、これ夢落ちって言ってるやつは単純に読解力がねバカ、夢落ちじゃないこれは。おおね、
行間を読むっていう前に文章を読んでないやつがいるね、本当にね。よかった、おお、幸せになってくださいよ、つばちゃんとね。いいんだよ、いちかちゃん、俺のいちかちゃんだからもう。気持ち悪い。なんかでも、このね、ちょっとうまい具合にこの作者にこう転がされて転がされてのも、そこで、もうそこでゴール見えてんだよ、もうそれが出た時点で。でもちょっとまだやきもきして。いや、面白かったです。五等分の花嫁。ぜひとも皆さんも読んでください。いよいよ次はね、呪術廻戦を読みますよ。それでは皆さん、いい夜を、ジベリ。